じゃあ次パスの時にこの人たちが、まあ、何をしているかという話ですね。まあ、パスってそもそもコーチセンターからボールをもらったクォーターバックが、まあ、大体ちょっと下がるんですよね。ここにいるとこういう人たちが手を挙げてパス遮られちゃうんで、パスをボールをもらって少し下がりますよと。でレシーバーは決められたヤード走って、そこで振り向くのか、そこからアウト行くのか、そこから長い距離走るのかみたいなことを、決められたルートって、パスルートっていうんですけども、まあ、走りますよと。でそこに到達するまでクォーターバックっていうのはボールを持って待っていなきゃいけないわけで、オフェンスラインこの5人の選手の主な役割としては、これに対してまあクォーターバックを潰しに来るわけですわ。ディフェンスの選手というのは特にこのディフェンスラインって呼ばれた選手ですね。だこの選手たちがこうグラッとこういうふうにですね、クォーターバックをパス投げる前にクォーターバックにあのタックルしてやろうというふうに目がけてくるのを、まあ、目がけてくる人たちに対してクォーターバックを守るとっていうのが主な役割です。で当然ですね、この選手たち、ディフェンスの選手たちもバカじゃないので、毎回毎回決まったところに来るわけじゃないんですね。ディフェンスの人たちにしてみたら、クォーターバックサックっていうのはやっぱり一つの勲章ではあるので、とにかくクォーターバックを潰したいと、サックしたいというふうに思うと、何をしてくるかというと、例えばですけどクロスしてみたり、ディフェンスエンドがこっちから行って、おおこいつ行くんだっつったところにこの選手がこう待ってるんですね。これエンド と、タックルがクロ、ディフェンスタックルがクロスするので、特にイートって言います。エンドとタックルってですね。で逆もあって、例えばタックルの選手が先にこっち来てですね、このおおなんだ、DJ の選手こっち行っちゃったよっつったところにこう目がけてくるのは、これテックスって言うんですけど、タックルエンドクロスっていう、まあ、こういったスタンツって、これ特にディフェンスラインがこうあの交差して入ってくることをスタンツって呼ぶんですけど、まあ、スタンツ入れたりとか、もしくはいやいやいや、それだけだともうクォーターバックパス投げられちゃうから、もっと確実にクォーターバックに策したよねって言うと、じゃあこういうふうにですね、みんなこっち側にこっち側におお行くよねっつって、実はこの人が入ってくるみたいな、ディフェンスラインの以外の人たちがパスラッシュしてくることをブリッツって言うんですけども、こういったようにスタンツとかブリッツを駆使してクォーターバック策を狙っていくというのが、あのよくディフェンスの選手がやることです。オフェンスのこの5人の選手たちはとにかくそれをさせまいということで、いやいやいや、こっち行ったって俺は騙されないよということで、こうやってブロックしてみたりとかですね、まあ、これはあのプロテクションと呼ぶんですけれども、きれいにコップのようにですね、あのクォーターバックを守ることかと思うんですけど、まあ、こういったことでここで常にですね、ラッシュする選手に対してブロックする選手っていうのがパスプレーの時には常にあの起こってるわけですね。パスプロテクションに関しては基本のベースっていうのはみんな一緒なんですけれども、例えばポジションに応じて、例えばこうですね、あの中の選手、まあ、大体こう2対3で、ここが外が1対1になることが多いんですけれども、こういう外側にこういう外の速い選手をプロテクションするテクニックと、中の重い選手、あのプロテクションするテクニック少し違ったりとか、こういったテクニックを日々練習してですね、逆にディフェンスの選手たちはパスラッシュって言ってですね、例えばこうやってあのくるっと回ってスピンしたりとか、あと腕を使ってこの人たちをあのアンバランスにさせたりとかですね、そういったこのパスラッシュのテクニックも多彩なテクニックがたくさんあって、これをやっぱ日々練習しててですね、だから単純にパコッとぶつかりにいってる選手はほぼいないと思います。特にプロのレベルなんかで見ていくと、ここで腕をはたいてみたりとか、さっき言ったみたいにスピンにくるっと回っていってみたりとか、いろんなテクニックを使ってこの人たちラッシュしているので、なんとなくここでごちゃごちゃごちゃってやってるよなっていうふうに、見えるかもしれないんですけど、まあオフェンスは有利にあの進めていきたいし、ディフェンスはビッグプレーをしていきたいしっていうところで、あのゲームプランが組まれたりもするので、まあそういったところもある意味フットボールの醍醐味でもありますね。